next right there? Well, it's like a nice maldita la madre, pendejo. Stop holding it. No. A car. Touch it again. Okay. In my defense, you handed it to me. You said you were going to hold it. And I held it. Were you? No. You hold it like a big boy, like a proper person, not like a child, and start touching the part where you're going to burn your hand. I didn't burn my hand, though. Nigga, you were touching it like you were going to burn your hand. Do you want me to put it on your face so you can try and let me burn your face? You know what? Fuck you. いっちょ上がりっと。これでだいたい300万くらいは儲けかな。あの社外秘情報をゲットしたのは大きかったな。
はいはい、どちら様。あ、ユウくん。やっとつながった。なんだ姉さんか。まあ、なんだじゃないでしょ。今日の晩ご飯は食べた？ダメよ、レトルトばかりじゃ。学園もちゃんと行ってる？せっかく頭がいいんだから。食べてる食べてる、行ってる行ってる。それじゃあそういうことでおやすみなさい。あ、待てユウくん。やれやれ、いい加減弟離れしろっての。学園ね、一体何が面白いんだか。悪いけど今はこっちが忙しいんだよね。よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はどんなご用かな。私も恋愛相談してみようかな。ずいぶんと盛り上がってるわね。あ、ヒイラギさん。ねえ、ヒイラギさんももうダウンロードしてみた？ダウンロード？何のこと？まだ知らないんだ。神様アプリだよ。悩みがあっという間に解決するって評判なんだから。へえ、そんなアプリがあるのね。盛り上がってるね。休み明けからえらくやかましいっつうか。神様がどうとか一体何の話だ。なんだお前、知らねえのか。だったらこの俺が教えて死んぜよ。
よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はどんなご用かな。あ、かわいい。なんだこれ。神様の言う通り、通称神様アプリ、今女子の間で人気の対話型占いアプリだ。だと言われてもな。まあ見てろって。例えばここにこうやって悩み事を入力するとだな。まずは出会いのきっかけを作ることじゃ。それと家業を手伝うなり、部活に汗を流すなり、何かに懸命に励むがよい。がっつきすぎずに己を磨けば、おのずと道は開かれるぞい。ってな。こんな感じに神様がお告げをくれるわけ。はあ、噂には聞いてたけど、本当に的を置いてるっていうか、お店のこととか部活のこととか、ちゃんと環境も分かった上でアドバイスしてくれるんだね。どうよ、分かったか、このアプリの凄さが。なんでお前が偉そうなんだ。でも実際かなりの精度で当たるっていう話だね。アプリのレビューも高評価で、連休のうちにダウンロード数も一気に伸びたみたいだし。私は使ったことないけど、女子に流行るのは分かる気がするな。みんな占いとか大好きだもの。だろだろ。女子に人気か。さてはお前、こいつをネタに女子と仲良くなろうとか、しょうもないことを。バカにすんじゃねえぞ。硬派で通してる俺がそんなわけ。まあなくないこともなくなくないというか、ごん、それはさておき、このアプリが話題なのは他にも理由があってな。なんとこの森宮学園にいる生徒の誰かが開発者らしいぜ。そうなの。でも生徒って、うさんくせえ話だな。でも本当だったら確かにすごいね。はい、ホームルームはここまで。ヒラギさん、号令お願いね。起立で。さてと、そろそろ行かないと。なんだ、妙に急いでんな。うん、ちょっとこの後端末室の方で仕事が残ってて、テキパキ片付けないと帰りが遅くなっちゃうから。とわ先生って本当忙しいですよね。担任や委員会の顧問に加えて、学年主任の補佐みたいなこともやっているみたいですし。あまり無理はしないでくださいね。あ、なんだったら俺手伝うっすよ。大丈夫、心配してくれてありがとね。それじゃあコウ君、みんなも気をつけて帰ってね。さてと、俺もそろそろ行くか。コウちゃん、今日もアルバイト？ああ、今日は蓬莱町だな。と、また夜のバイトなんだ。あのね、こうちゃん、そんなことじゃまたおじいさんに。分かってるって。この前もしごかれたばかりだもんね。ま、夫婦漫才はそれくらいにしとけ。そんなことより、これを見てみたまえ諸君。ってなんだそりゃ。あ、もしかして前から言っていたあれ。そう、今日の夕方からあのアクロスタワーで行われるスピカの限定ミニライブチケットだ。チケット取れたんだ、よかったね。レオタ、やれやれ話がそれたか。アクロスタワー、あんなところでやるのか。ちょっと北にある森宮市のランドマークだよね。いろいろな商業施設も入ってステージもあるらしいけど。うん、他にも美術館とか水族館なんかもあるんだよ。
そう、そこでスピカがたまにライブをやってるってわけだ。いやー、このチケットを取るのもマジで苦労したんだぜ。なんたって結成3周年、気合の入れ方が違うからな。やれやれ、平日なのにご苦労なこった。まあ新曲ってのも確かに悪くはなかったし、人気があるのもわかるが。お、もしかしてついにこうも目覚めたのか。今まで散々貸してやってもろくに聞かなかったくせによ。何せ当の本人に手渡されちまったからな。まあ試しに聞いてみたら意外に良かったっつうか。そうだろうそうだろう。ま、今日は当日券もねえだろうから、せめて感想は一番に聞かせてやるよ。次のミニライブは一緒に。あれ、この音、リョウタ君のサイフォンじゃない？ああ、神様アプリの通知が入ったみてえだ。今日の運勢を自動で知らせてくれる設定にしてたんだよな。どれどれ、なんだこりゃ。今日のあなたは最悪でしょう。交通事故に遭っちゃうかも。楽しい一日はあっという間におしまい。心の準備だけはしておきましょうね。なんだよこの画面は。それにこの内容って、交通事故？おいおい、こんなのが表示されたのは初めてだぞ。勘弁してくれよ、せっかくテンション上げてたのに。うえ、縁起でもね。ライブ前にこんな不吉なもん見たくなかったっつうの。ったく、お前って割と気にしいなところがあるよな。占いは占い、そんなもんに振り回されるなんてアホらしいぜ。うん、いいことが書かれた時だけ信じて楽しむ程度でいいと思うよ。そうだね、単にアプリがバグっただけかもしれないし。そっか、そうだよな。よし、こうなったら今日はライブのことだけ考えるぜ。あ、待っててくれスピカのみんな。たく、単純なやつ。でも元気が出てよかったね。リョータが沈んでるとみんな暗くなっちゃうからね。
神様は可愛かったな。もしグッズとかが出たら買っちゃおうかな。
空に相沢か。こんにちは。時坂、今帰り？ああ、今日もバイトだ。二人はこれから部活か？はい、今日は部長たち3年生と紅白試合をやる予定なんですよ。私ら1,2 年の複合チームで挑むことになっててね。連休中に空と特訓した成果を見せてやらないとね。はい、打倒マイ部長です。あの人ひょうひょうとしながらインハイの常連だからね。気合入ってるじゃねえか。相沢はもう大丈夫だな。空とも今まで以上に仲良くなったみたいだし。おい、確か3年生。あ、往来の邪魔だ。食べるなら脇でしとけ。あ、と道を塞いじまってたな。すみません。まあいい。まあ、食べれるだけ仲がいいのは結構なことだ。あ、はい。はあ、びっくりした。高畑しおか。学園、いや森宮でも屈指の不良とか言われてるみてえだが。ええ、喧嘩上等で何度も流血沙汰を起こしてるって噂よ。でも空、もしかして知り合いなの？ん？ええ、商店街のあたりでたまに見かけることがあって、学園の上級生みたいなのでいつも挨拶はしてるんですが、その悪い人だったんですか？まあ礼儀ってのは武術の根っこにあるものだけど。まあ空らしいじゃねえか。それに噂に聞いてた極悪のイメージとは違ったな。首輪の外れた野犬みたいなタイプなのかと思ってたぜ。ええ、思ったよりずっと落ち着いている人っていうか、やっぱり見かけとか噂で人を判断しちゃダメね。私も空を見習わないと。よくわかりませんけど。先輩、そろそろ部活が始まっちゃいますよ。そうだった、マイ部長にどやされる。時坂、また明日ね。おう、またな。失礼します。
早速アクロスタワーに来たが、いやー早くもすげー人出たな。ファンだけがわかるこのワクワク感、俺は今最高に幸せだぜ。
いらっしゃい。それじゃあね。
まあ見ていけ。また来い。おお、何の用だ。また来い。
どれ、話してみるがいい。なんじゃ、変わりないみたいじゃの。次も期待しておるぞ。
お兄さん。
やあ、いらっしゃい。またどうぞ。いらっしゃいませ。また来てくださいね。いらっしゃいませ。また来てくださいね。
ごめんください。こう、いるか。お邪魔します。なんだか久しぶりだね。さっきこうニアーでつぶやいてたでしょ、一旦家に寄るって。まあそういうことだ。たく人が悪いぜ。バイトまで時間があんならそう言えっつーの。ああ、始まるまでまだちょっと時間があるしな。席も予約済みだし、心配してくれなくてもいいぜ。ありがとう。ま、たまには男同士のんびりしようぜ。
よく来たの。なんじゃ？もう終わりか。お手柔らかにね。カードを引くよ。
クリア。仕切り直しよ。それじゃあ私から行くね。痛いわね。どうもお疲れ様。お手柔らかにね。カードを引くよ。そちらの先行ね。痛いわね。負けちゃったか。お手柔らかにね。カードを引くよ。クリア。仕切り直しよ。そちらの先行ね。クリア。仕切り直しよ。そちらの先行ね。クリア。仕切り直しよ。それじゃあ私から行くね。え？そう来るの？クリア。仕切り直しよ。負けちゃったか。おめでとう。レベルアップよ。お手柔らかにね。カードを引くよ。それじゃあ私から行くね。負けちゃったか。
お手柔らかにお願いします。カードを引きますね。あ、私からですね。お手柔らかにお願いします。カードを引きますね。あ、私からですね。お手柔らかにお願いします。カードを引きますね。そちらからですね。同点、仕切り直しですね。あ、私からですね。そうきましたか。負けちゃいました。
行くわよ。シュート、するぜ。するぜ。あれ、宝箱ね。せい。やっ。お宝ゲットです。するぜ。交代するわ。シュート。
リザードピア。交代するぜ。するぜ。
ね。
には思った以上にエネルギーを使うものよ。いざという時のためにも何かお腹に入れておくといいかもね。こんにちは、お兄さん。それじゃあ始めましょう。こんなアレンジはどう？さーて、やるか。こんなのはどうだ？やるか。こんなのはどうだ？さーて、やるか。こんなのはどうだ？それじゃあ始めましょう。こんなアレンジはどう？
行くわよ。
リザードピアス。体がしびれて。行くぜ。ほらじゃ。行くわよ。勝てるかな。下に散れ。ヒイラギ、お疲れ。一息つけそうね。
いします。砕け散れ。おお、何の用だ。それじゃあな。おお、何の用だ。ふん、また来い。どれ、話してみるがいい。なるほど、ご苦労じゃったな。ほんの心づけじゃ、受け取るがいい。ではまたの。
さて、どこにある？ゲート権限。よし、見つけたか。行きましょう。
くね。よし、ゲットだ。シュート！シュート！シュート！